梶谷一軍練習参加。梶谷上げるなら誰落とすのか。着々とおじさんが一軍に上がってきててくさ。若様でも北村でも誰でも落とせるぞ。本当に年寄り大好きだな。老人ホーム解説来た。おいおい大丈夫か。お声落としたんやって。もう実力とか関係ないようなお気に入りを出すだけ。そのうち中島津田も上げてベンチをおじさんで固め出すぞ。あの逆ジャニー北川監督ならやりかねん。そろそろ一軍復帰が近そうだな。一番梶谷っぽいけど、使い続けたら間違いなく坂本みたいに気がする。直樹は8番しか無理みたいだし、結局坂本依存のジャイアンツなんだよ。お、梶谷復帰しそうだな。1番か2番でいきなり出そうだな。頼むぜマジで。なぜ長野上げた。コンディションさえ問題なければ交流戦の時みたいに試合に安打3安打と固め打ちはしてくれるはず。これは救世主。交流戦の時のようにお願いします。まあ順当だよな。これはついでに石川慎吾さんも呼んでくれてもよかったんやで。ご視聴ありがとうございました。